こんにちは。これくらいなら。お疲れ様。今。お疲れ様。またいつでも来てね。余裕ね。やあ。はま。狙われてる。見て。この。やっ。これくらいできて当然ね。やあ。気づいてないわね。こっちから行くわよ。行くわよ。狙われてる。これくらいできて当然ね。やあ。チャンスだね。今のうち。やあ。それ。この。余裕ね。やあ。あたしの手にかかればこんなもんよ。それ。気づいてないわね。こっちから行くわよ。やあ。どのいら完璧な仕事ね。頑張ったからこれは。これお疲れ様。はい、これ完璧な仕事。またいつでも来てね。
うかな。これなら簡単簡単。何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これでいいよね。それじゃ調合するよ。できた。どの特性をつけようかな。あ、コール君かな。よう、今日もいろいろ持ってきてやったぜ。今日は少し在庫を増やしてきたからさ。どれが欲しいんだ。こいつでいいんだな。あ、こいつでいいんだな。あ、こいつでいいんだな。もういいのか。それじゃあまた頼むな。これとこれとあとそれも。ああ、これもいいな。これももうちょっと。うん、今日はこれだけお願い。あのさ、買ってくれるのは嬉しいんだけど、そんなに金使って大丈夫なのか。お金？そう言われると。まあ大丈夫、なんとかなるよ多分。あんま客にこういうこと言いたくねえんだけどな。ちょっとそこに座れ。なになに、急に真面目な顔になって。いいから座れ。姉ちゃんはさ、一応このアトリエの店主なんだろ。うん、まあ一応は。だよな。なら姉ちゃんが使ってる金は姉ちゃんのもんじゃない、店の金だ。考えなしに使っていいもんじゃねえだろ。でも私はあくまで師匠の代理だし。それに。言い訳すな。ごめんなさい。姉ちゃんには商売人の心得ってやつを一から叩き込んでやらねえとダメだな。もしかしてご説教を。黙って聞いてろ。いいか、そもそも商売ってのはな。うわ、長くなりそう。なんで、ただ買い物しただけなのに。こんにちは。今日はどんな。そうだ、ジオさんの依頼やってくれたじゃない。お礼を言っておいてくれって頼まれていたのよ。よかったわね。これくらい。お疲れ様。またいつでも来てね。あ、コール君だ。おーい。うん、姉ちゃんか。珍しいとこで会ったな。そうだね。こんなとこで何してたの。別に、ただぶらついてただけだよ。ふーん、あれ、コール君ってこの街
家に住んでたの？当たり前だろ、今さら何言ってんだ。だってアトリエ以外で会ったことなかったから、てっきり。俺は何回か姉ちゃんのこと見かけてたけどな。そうなの？だったら声かけてくれればいいのに。商売以外で客と喋るの嫌なんだよ、慣れ合いになっちまうし。つうことで、じゃあな。あ、そんな。もうちょっと仲良くしてくれてもいいと思うんだけどな。作ろうかな。これなら簡単簡単。何を作ろうかな。どっからでもかかってきなさい。楽勝だったね。どっからでもかかってきなさい。これくらいできて当然ね。
何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。これでいいよね。それじゃ調合するよ。できた。どの特性をつけようかな。煮立ってきたかな。あとは仕上げに。あれ、材料がない。切らしちゃってたのかな。どうしよう。何か問題ですか、マスター。あ、ホムちゃん、悪いんだけどちょっと買い物に行ってきてくれる？私手が離せなくて。わかりました、お任せください。近くに生き物の鳴き声。どこに？離れてください。足にくっつかれたままだと買い物に行けません。こういう時はどうすればいいでしょう。困りました。それで拾ってきちゃったの？はい、どうすればいいでしょう。どうすればって言われても、まだ子猫みたいだし。とてもぬくぬくしています。触り心地は抜群です。本当？私にも触らせて。うわぁ、そんな警戒しなくても。ホムちゃんには懐いてるのに。マスター、コナンをアトリエで育ててはいけないでしょうか。コナン？ナーと鳴くからナーです。子供のナーだからコナーです。なるほど。そうだな、師匠にも聞いてみないと。何とも。聞くまでもない却下だ。わあ、相変わらず突然出てくるな。なぜダメなのですか、グランドマスター。
ここは錬金術のアトリエだぞ。薬品をひっくり返されては困るし、調合中に猫の抜け毛が混じるかもしれない。だからダメだ。薬品ならマスターもよくひっくり返します。それにこの子は猫ではなくコナーです。ホムちゃん、さりげなくひどい。コナーだろうがウニャーだろうがダメだ。元の場所に捨ててこい。わかりました、グランドマスター。ちゃんしょんぼりしてましたよ。そうだな、ああいう悲しげな表情も悪くない。そういうこと言ってるんじゃないです。猫くらい飼ってあげてもいいじゃないですか。猫がアトリエの中をうろついていたら邪魔なのは確かだろ。師匠がうろついてるよりよっぽどマシだと思いますけど。珍しく反抗的だな。そうか、そんなにお仕置きしてほしいのか。ああ、嘘嘘です。つい口が滑っちゃっただけです。まあいい、今日はお前へのお仕置きより面白そうなものもあるしね。え、人工の生命は感情らしきものを見せた。これく、お疲れ様。はい、これ。またいつでも来てね。私に何か用かな？依頼の方。達成できている依頼があるようだな。ではどこに。ラインが揃っ。では引き続き他の仕事も頑張ってくれ。
もうちょっと楽しませてほしいわね。なんて余裕ね。余裕ね。行くわよ。それ。これくらいできて当然ね。まだまだ育つわよ。
私の手にかかればこんなもんよ。ちゃっちゃと終わらせましょう。余裕ね。これくらいできて当然ね。
くわよ。終わらせましょう。やっ、さすがにちょっとまずいわね。やっ、狙われてる。やっ、こんなものかな。Thank you.
ちは。これでいいのかしら。それじゃあ、はい、これからも頑張ってね。これでいいのかしら。それじゃあ、はい、これからも頑張ってね。またいつでも来てね。こんにちは。これ、それじゃあ、はい。これ、それじゃあ、ま、これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。これでいいよね。それじゃあ調合するよ。作ろうかな。何を作ろうかな。これなら簡単簡単。
どれを使おう。これでいいよね。それじゃあ調合するよ。できた。どの特性をつけようかな。何を作ろうかな。多分大丈夫だね。どれを使おう。